はい、どうもいいです、今回は、この PS ビータ TV 版のシュタインズゲート線形高速のフェノグラムでいいのかなをやっていきたいと思います。いやー、ちょっと設定に手間取っちゃいましたね。2時間ぐらい画面が映んないっつってやってたんですけど、 NVIDIA の新しいやつにバージョンアップしたのが原因でしたね。あれよく問題あるんだよね。さてと、でプレステ3版一応持ってるんですけれども、私なんだかんだあってできてないんで、やるの自体も初めてなんで、めちゃくちゃ初見なんで、楽しんでいきたいと思います。あと関係ないけど、カオスヘッドの新作おめでとうございますというわけでやっていきたいと思いますと。カオスヘッドの新作ね、黒いのとね、ピンクのやつが可愛かった。さてと、操作線上のジキル、あ、おはようございますにゃん。お、デフェイリス、可愛い。この間ネンドル出なかったっけ。うわ、すごいバスだね。ライネットだらけだよ。おー、3D になっとる。なるほどね。あ、懐かしいな、かけるくん。チャンピオン、今日は長いですけどよろしくお願いします。チャンピオンか。あ、そっか、なんだったっけ、ライネットのあれか、カードか。はい、よろしくお願いしますにゃ。かわいい。4期連続すげえ、そんなんなってんのか。絶対王者、まさしくこの子にふさわしいな。おー、せやな、これがダル君だったらそうはいかなかったか。ダルはダルでいいぜ。うわ、何このかまいたちの夜みたいな悲劇の始まりである。ブログ用に写真撮っていいですかにゃ。おお。あ、マユシーも写真撮りたいので。お、マユシーもいる。もちろんいいですよ。そうですね、角度的には向こう側が。マユシーはよ。おっと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 、三角を押してしまった。お、携帯が出たということはこれはあの方ですか。3人で来てんのかな、じゃあ。お、すげえ、ダンボール。そういえばこのシュタインズゲートは別にタッチ機能とか使わないよね、さすがに。てか、そもそもあれか、プレステ3で出たやつか。移植版でした。お、うん、しょ。まさかこれはキラリちゃんこそは初めてだから大丈夫かにゃ。着替えか。ペリスちゃんなら絶対似合うよ。おほ、これは大丈夫か。盗撮的なあれじゃないよな、まさか。やっぱね、友達久々に会って聞いたんだけど、フェイリスがね、本当にね、人気なんだよね。初見はなんかね、みんなね、フェイリス可愛いっていう。フェイリスが一番可愛いっていう。まあ、可愛いですけど。クリス、これクリス一択なんで。一択でもないけど、別に。みんな可愛いよ。みんな可愛い。シアツ氏もみんな可愛い。ナエちゃんもみんな可愛いよ。すいませんにゃん。この耳はつけたままでいいですかにゃ。あはは、一心同体だもんね。そっか、その耳はフェリスちゃんの相手テイチーだもんね。何それ、かわいい。相手テイチー、まゆりさん全開ですね、出だしから。すいません、聞こえないですかにゃ。どこか行っちゃったのかにゃ。すいません。お、乱入者。うわ、ネタバレになっちゃってたが、すいませんでした。携帯電話が、
3人で普通に来たもんだと思っていた。まあいっか。かわいい。これあれはどうやるんだ。あ、バツボタンか。かわいい。ちょっとこっち来ないでほしいね、変態。あ、マユシ、変なのはいけないと思います。はは。勘違いするな。そんなつもりで来たんじゃない。あれ、あ、違かった。笑い方がそれっぽかったか。ちょっと BGM が大きいかな。どれだ。あ、四角か。ちょっと下げようかな。BGM 若干ちょっと小さめになっちゃうんですけど、俺の感覚でちょっとでかいかなと思ったんで。バスジャックに来たんだ。超。にゃ。まあ、ちょっとこれ小さすぎるっていう声がありましたらまた戻しますんで。30cm。 君たちには人質になってもらう。これガチなやつや。人質？ふざけないでほしいにゃ。なんでそんな。騒ぐな。 これが見えないのか。超。これは天罰なんだ。ライネットアクセスバトラーズは最高のゲームじゃないか。読み合いとブラフと勇気が勝敗を分ける大人の競技だ。あ、もしかしてあれか、イチャモンつけに来た感じか。なんでわざわざお子様向けのゲームを作る必要がある。ドットだって荒くて、せっかく可愛いキラリちゃんが台無しだ。何それ。これなんかあれか、あの某、いやこれは言わないことにしとこう。それにすでにフラゲ班からの報告も上がってるんだ。未来編でキラリちゃんがお母さんになってる。ふざけるな。痛すぎるこいつ。昔の俺を見てるようだ。キラリちゃんが男と付き合うとか。そんな展開許せるか。なんでそれフェイリスに言いに行くんの。でもマユシーはキラリちゃんもいつかは恋をしたいんじゃないかなと思います。うん。それでフェイリスたちを人質にとってどうするつもりな。僕たちはゲームの発売中止を求める。なんでだ。あのゲーム会社に言えよ。そんな、せっかくみんな楽しみにしてるのに。クソゲーは世の中に出ない方が世間のためなんだよ。ひどいなマジで。ふざけるにゃ。そうだ、言ってやれ。あなたはファン失格にゃん。どんなゲームだって作り手の気持ちが詰まってるのにゃん。世の中に出ない方がいいゲームなんてないんだにゃん。やべ、かっけえ。あなたがゲームを嫌いになるのは構わないにゃん。でもそれをみんなに押し付けないでほしいにゃん。正論すぎて言い返せねえだろこれ。うるさい。最悪だこいつ。聞き分けのない人質だな。僕が直々にお仕置きをしてやる。謝っちゃダメだよ。やめるにゃ。来ないで。どうした。さっきまでの勢いはどこに行ったんだ。今さら泣き叫んでも誰も助けは。お来たん。この声はトゥ。おー、え、マジで。マジなんこれ。なんだお前は。俺か。俺の名前は天が呼ぶ。ちょ、待てや。死が呼ぶ。アンデスが呼ぶ。アルパカマン。あ、でも顔が違う。秋葉が生んだ謎のヒーロー。
バカマン参上。アルパカマンだった。アルパカマンなんか元アフロ田中みたいな顔してなかったっけ。いや、どう考えてもあの声はキョーマン。ははまさかキョーマン悪の秘密組織に改造手術を受けたのかにゃ。あ、いや、私の名は総合院キョーマンなどではない。アキバが生んだ謎のヒーロー、アルパカマンだ。かっこいい。食いつかれすぎたんだがマジで。でもアルパカマンはどうしてキョーマンの名字が鳳凰院だと知っているのかにゃ。あ、それはもちろんアルパチカラのおかげである。何それ、今作った感が。作ったんだろうけど。アルパチカラ。実家過去の固定にビラコ茶神と共に沈んだと言われるあの特殊能力をキョーマンは手に入れたのにゃ。ハハハ。俺の知ってるギャグ漫画にチチカカコっていう女がいたな。面白いっす。だから今日まではないアルパカマンだ。アルパカマンファイト。かわいい。うん、ということで待たせたな悪人。ああ、超展開すぎるだろう。バカにしやがって。僕を無視するんじゃ。どうなってんだこれ。どうやら勝負は決したようだな。どういうことですか。キョーマン、怪我は？心配無用。アルパカスーツの下に対人ベストを着ている。しかも。ほう。やめえやこのカット。あれ、何か袋があるにゃ。お、あ、血のりかな？その通り。これがアルパカセブンギアの一つ。サルサ。カウンター。お猿さんがどうしたの？猿ではない。サルサカウンターは攻撃を受けた箇所から相手へと正確にサルサソースをお見舞いする必殺技だ。あ、血じゃなくてあれか。南米の太陽の恵みで生まれた。うわ。ハバネロ入り返り血を浴びてはひとたまりもあるまい。目に入ったら失明の恐れありだろ。これ何、これそういう台本？なにゃ、犯人が逃げちゃうにゃ。構わん。でもこの変人め、覚えて、ん、この音は、ん、警察。先に通報しておいたのか。地の果てまでも逃げるがいい。覚えてろ。現場来たらでもアルパカマンが真っ先に疑われそうな感じするけど。どうせそのまま30分後には捕まるのだな。今日は、あー、なんかなるほど、そういうことか。今日まではない。アルパカマン、二人とも怪我はないか。はいにゃ。かわいい。サイレンうっせえな。それでは、うん、これも下げるか。いや SE いいや、こんぐらいにしとこう。あれ、あ、あれか、ビシッ、 OK。 もう二度と人質になるんじゃないぞ。かっこいい。
泣き場が生んだ正義の味方はアルパカマン。これにて撤収。かっこいい。あれなのか、要するに、ま、先読みしたっていう。というアルパカマンの活躍で見事秋葉原の平和が守られたというわけだ。うん、つまらん。懐かしい。そう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 、このアフロ田中みたいな感じ。なんだって？正直興味ない。アルパカマン怖い。アルパカ司令。貴様、その言い草は何だ。今日の出来事を尋ねてきたのはそっちだろう。うん、たかがゲイ、たかがプログラム、たかが操作線上に映る信号のくせに。プレイヤーの神経を逆なでするとはいい度胸ではない。お、息臭い。メール来た。あ、でも見れない、まだ。ひどすぎる。宮野相変わらずだね。いい演技してるぜ。どう、参りか。バイトは終わったのだな。メール見ましょう。お、フェイリス。うん、運命の出会い。おー、運命の出会い。うんうん、アルパカマン。ははは、どうしようか、どれにしようか。聖戦士、これにしよう。うん、ははは、ういこの携帯の操作は久しぶりだな。うん、ベリスちゃんのキラリちゃんコス大人気だったよ。うん、なるほどね。要するにあのバスジャックはもう予測してたってことかな。ところでフェイリスはアルパカマンの正体に気づいてなかっただろうな。よう言うわ。もちろんアルパカスーツの力はすごいんだよ。アルパカマンかっこよすぎるんだがマジで。この辺すればなんかフィギュア出てたよな、ワンチャン。いや、しかもでもあれ売り切れてたかんな。どんだけみんな好きなんで。うん、下着もなんか新しいフィギュア出してほしいですね。うん、ルカコ、あ、ルカコ一応持ってるけど、あれプライス品だからな。なんか高いやつで出して。オカリンはまた司令とお話し中なの？司令なあ、さっきまで誰がいたから話せなかったんだ。ああ、そうだ、アルパカ司令って書いてある。アルパカ、ああ、あ、そうなん。なるほど、という設定ですか。司令、今日もオカリンを守ってくれてありがとうね。ナムナム。なんでナムなの。さっきなんかあれだ、なでこちゃんの声聞いたばっかだから、なんかすごいキャラが被る。拝むの何も出ないからな。ツンデレ。おっ、マユリオ、なぜお前はツンデレ反応を引き出せるのだ。やっぱあれか。うん、いや、ちょ、なんかセイントセイヤみたい。お、柳、柳林神社だって。行きたいね。司令と心が通じてるんじゃないかな。嫌だなそれ。あ、上にゲロカエルンいる、右上。あれあったっけ、なんか前と違うような気がする。グラが、司令に心などあるものか。だいたいな、バスに忍び込めたのも、体にサルサカウンターを仕込めたのも、みんな未来の俺の記憶があったからだ。ああ、あ、オカリ、アルパカスーツはどこかな。切り傷できちゃったからちゃんと縫い直さないとね。やっぱそういうあれなのか。うん、8月10日か。
うん、なるほどね、そういうことか。こら、人の話を聞き、マユシーは嬉しいので。おお、オカリンはあんまりコスを着てくれなかったから、アルパカスーツを着てくれると作った甲斐があるなって。ああ、マユシーが作ったんだ、やるね。アルパカマンが人質のマユシーを助けてくれるのがいつも待ち遠しいんだよ。おお、こいつら、そうか、完全にラブコメである。あ、ルカ子、うん、ああ。僕気になります。したんだ、来たこれ。相変わらずあれだな、うん、男のメールだわ、うん。誰か別の悪人に捕らえられるなど言語道断。新キャラとかはいるのかな、いないかな、ちょっと気になるとこですけどね。なぜならマユリはこの俺の人質なのだからな。かっこいい。オカリン、どうしたん、そんなマスクかぶって。うぅ、ダル来た、これダル、ダル来たわ。待って、ダル、なんかあれだね、復顔みたいな感じになってるね。ワンチャンモザイクみたいな。見たか、何よ、オカリンの一人高笑いなんて見慣れてるっしょ。おお、そうだったな。それとも、まさかオカリン、そのマスク、獣として覚醒したのかお。獣獣ってあれでしょ、だから、犬属性的なあれとかの。最近ニュースで話題だからって、いきなりアルパカマンとか、しかも持ってるのは裁縫道具、突然キグルマーなんて上級者向けすぐるだろ、上皇。何言ってるのかさっぱりわからん。まあ一般の人が聞いたら本当に何言ってるかよくわかんねえんだろうな。ちなみに僕の推しケモはロリソックスバファローズのマスコット、ババローベラちゃん。何それ。小学生ロボ牛という驚愕のフルスペックで薄い本が熱くなるな。お、本当にいい子だな、出過ぎたまねでした。ルカ子かわいいよ、ルカ子。そんなキャラ知らんな。ふん、あれ、こんなんあったっけ、シングラ。これいいね、メガネキラリってさせるやつ。うん、おっぱいマスパッド。ちょ、ないの、クソ、ないか。俺、おっぱいマスパッド3種類ぐらい持ってるけど、うん、あれはなかなかいいもんですよ。オカリン、これがバファローベラタソだお。バファローベラ、おお、なんだこれ。確かに可愛くはある。可愛いな。いいよいいよ、そのポーズ。中の人なんていない、早く人間にならなくたっていいんだお。ベラタソハーハークンカクンカ、ペロ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 。誰が平常運行すぎて。やばい。ディスプレイは舐めるな。この感じだよな、シュタインズゲート。ドラマ CD もなんかこんなんだった気がする、なんかテンションが。うん、やべえ、クソ面白い。いや、映画版そういえば、あー、ダメだなこれ、なんか見てない人もいるだろうからあんまり、うん、いやでも、いや、やめとこ。うん、とりあえずクリスが可愛かったよと。屋上の、いや、やめとこ。うん、ほう、強制かこれは。おお、指圧師リス、うん、
萌香さん、あ、この BGM 好き。なるほどね。あれ？お？なんだ？どういうことだ？あ、おはようございます。おかりおじさん。あ、なえさん。どうも。なんかあれだな、こっちのなえちゃん見んのすごい久しぶりだから。あれ、髪型ちょっと変わった？おはよう、小動物。あ、なんか、かわいいのぶら下げてる。こら、オカメ、押せぞ。うわ、ミスターブラウン。相変わらず。何を偉そうに。もうとっくに家を出てるはずの時間じゃねえか。これ相変わらずのね、この T シャツのジャックハンマーっていうのがね、完全にバキじゃねえかっていう。違うのかな、気になるけど。こちらにも都合がある。俺は遅れないようわざわざラボに泊まったのだぞ。はぁ、あ、そういうごたくは家賃払ってから言いやがれ。ははどっあ、なんだ文句でも。お父さん、もう時間が。ああ、なえ、悪い、そうだった、時間がないのにごめんな。くそ、どうしても外せない用事がなきゃ俺がちゃんとついてってやれたのにな。ちょっと見ましょう、バイト選手。おお、バイト代が入るまであと丸一日。マジか。カップ麺、うわー、ヌーベーみたい。ああ、気になるね、確かに。これ、そういえば、設定、壁紙変更。おお、手ぶっちょゲロカエルンいる。これにしよっか。プレビュー。これにしよっか。音声着信は、今のまんまでいいかな？岡部、いいか、苗を泣かせるようなことがあったらただじゃおかねえぞ。最初から最後までちゃんと面倒を見ろよ。ってことはどっか遊びに連れてくってことか。その代わり、守備力物を手に入れられたら約束通り今月の家賃割り引いてもらいますからね。はは、分かってるってな。ああ、さっさと行きやがれ。優しいお父さんだな、本当に。苗も気をつけて行ってくるんだぞ。優しすぎる。はーい。なえさんがフラットアウトプリンセスになるまであと何年だ。さてというわけで、いい時間なんで一旦区切りたいと思います。いやー、面白いな。なんか最初から最後までずっと笑ってた気がするんだけど。いや、シュタインズゲートですわ。はい、じゃあこの辺にしたいと思います。あ、2回行っちゃった。じゃあご視聴ありがとうございました。